エドワール・デル・デベス。1857年。エドワール・デル・デベスは、フランスのバイオリニスト、指揮者、作曲家及び音楽教師である。現在では、バレエ作品、パキー・イータの作曲者として、名を残している。エドワール・デル・デベスは、パリで生まれた。彼は、バイオリニストの道に進み、たくさんの賞を得た。やがて彼は、ジャン・フランソワ・シュドリを中心にした。 音楽家グループの一員となった。シュドルのグループはソルレソルと呼ばれる音階を文字の代わりに使った人工言語開発の試みを続けていた。シュドルはデルデベスに彼の開発したソルレソルでの文字発信及び解釈の訓練を行った。ソルレソルではある指定された音符は一定の単語もしくは文字をかたどっていた。デルデベスたちはフランス国内を回り、 聴衆たちからの質問にシュドルのバイオリンを使用することで回答を与えていた。ソルレソルについては軍事的な要請が直ちに出された。戦場においてラッパシュが連帯に命令を伝達する方法として有効ではないかと考えられたのである。しかし、この仮説はソルレソルでの情報伝達が天候や風の影響を受けやすいという理由で否定された。 デルデベスは1867年にノーテーションデラミュージッククラシックという本を出版したのをはじめとして、たくさんの著書を執筆し、レジオンドヌール勲章を1874年に受賞した。デルデベスの名は、現在においては1846年初演のバレエ、パキーイータの作曲者として知られている。デルデベスは、 パリ音楽院管弦楽団の首席指揮者の地位に1872年から1885年まで在任し、1897年にパリで死去した。デルデベスは自伝2冊を含む多くの著書を残している。ありがとうございます。